白雲の章、飛龍の説、呪事師の野。天に轟く声で飛龍の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去ってゆく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、川に糸を垂らしては魚を釣り上げて。今節はいよいよグロンダーズ呪事師戦だ。先生、覚えてたか？おいおい、レアさんやセテスさんから聞いてないのか？仕方ないな。グロンダーズ呪事師戦は毎年行われている学校の伝統行事で、大規模な学級対抗戦だ。ああ、学級対抗戦といえば先生が来たばっかりの頃にやったよね。呪事師戦はガルクマクから離れてグロンダーズ平原でやるんだって。とにかく敵を多く倒した学級の勝ち。戦略が問われる三つどもえ戦だ。面白そうだろ。クロード君、そういえばマヌエラ先生は？こないだ怪我してたけど出られるのかな。残念ながら参加は見合わせるそうだ。それに合わせてハンネマン先生も。積年の好敵手がいないのならば我が輩も参加を見合わせることにしようってな。気を使わなくていいのよ先生。あなたは生徒と一緒に楽しんでちょうだい。と噂をすればマヌエラ先生、意外に元気そうじゃないですか。あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。じゃあやっぱりグロンダーズ呪事師戦には出られないんですか？我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもの。あら、あんまり油断しているようだと私の学級が簡単に勝ってしまうわよ。生徒に教えるべきことは全て教えてある。遠慮は無用、全力で挑んできたまえ。ここがグロンダーズ平原。なあ先生、なかなか愉快な戦場だとは思わないか？お、さすがだな。先生なら分かってくれると思ってたよ。兵を伏せる場所、進軍経路の選択、俺たちの戦略を膨らませるに足る戦場だ。うん、狙い目はあの小高い丘だよな。敵をおびき寄せて火で囲むのに最適と見た。わかってるよ先生。学校行事で死人を出したらことだからな。先生がうまく俺たちを動かせば皇女様も王子様も敵じゃないって。あれ先生、クロード君何を話してたの？クロードのことだ。どうせろくでもない愚策を先生に勧めてたんだろう。おお、よくわかるじゃないかローレンツ。俺ってやつを理解できてきたみたいだな。勝ち負けはともかく、伝統ある呪事師戦に参加できるだけでも光栄ですよ。勝ってジェラルド師匠に成長したところを見せないとね。うわー、気合い入ってきたぞ。まだ始まんねえのか。私も力を尽くして戦いますわ。あの、皆さんの足手まといにならないようこっそりついていきますから。ダメですマリアンヌ。学級が一丸となって戦うのが呪事師戦の精神なんですからね。頑張れ
私がちゃんとみんなのかっこいいところを見ててあげるからね。よし、それならヒルダは中央の丘を一人で制圧してそこから眺めててくれ。そろそろ開戦の時間だな。みんな軍議を始めるとしよう。いよいよ呪術戦が始まる。みんな鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。さてそろそろ布陣開始の刻限よ。みんな心の準備はいいわね。恨むなよ。手加減ができるほど器用ではないんだ。やり方は自由だ。勝ちゃいいんだろ。勝つのは私たちよ。何が起ころうともね。始めよう。進軍せよ。アドラークラッセとヒルシュクラッセが戦闘を始めたか。その隙に俺たちはアドラーの脇腹を突くぞ。殿下、俺が出ます。アドラークラッセを引きつけましょう。ではデュデューが敵を引きつけている間に俺たちは中央の丘の制圧に向かうぞ。私の前に立ち塞がるのならその血が全て流れ出るまで切り刻んであげる。少し雰囲気を出してみただけよ。いざ勝負。皇女様気をつけろ、足元にネズミの親子が。バカにしないで。そんな子供魂私には通用しないわ。これは失敬。一瞬ひるんだように見えたのは俺を気のせいだよな。はあ、冗談だ冗談。ふざけた態度で相手の戦意を削ぐつもり。いいからかかってきなさい。恨まないでくれよ。悔しいけれどアドラークラッセはここまでのようね。目障りなのだよ。ぶっ飛べ。お前を相手にどれだけ戦えるか力を試すいい機会だな。あまり油断していると俺が勝ちをさらってしまうぞ先生。よ王子様、
俺に商品を譲ってくれるなら勝利の栄誉はお前らに譲ってもいいぜ。お前何をふざけたことを、と俺を怒らせるのが狙いだな。バレちまったが仕方ない、正々堂々勝たせてもらうか。なあ受けて立とう、全力でかかってこいクロード。まだまだ修練が足りなかったか。ルーベンクラッセは離脱せざるを得ないな。そこまで。グロンダーズ呪術戦、今年の勝者はヒルシュクラッセとする。誰も文句のつけようのない勝利だな。この結果なら商品も期待できそうだ。さすがはクロードね、あなたの策にはしてやられたわ。なあ、まったくだ。相変わらずお前にはかなわないな。お褒めに預かり光栄の至りなんてな。ま、こっちには先生もいた。それにお前ら十分に厄介な相手だったよ。もう一度やったら結果は変わるさ。なあ先生、こいつらと戦ってみてあんたはどう思った？ま、そういうことにしとくか。その方が負けた側も悔しいだろうしな。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだよ。まったくだ、お前たちと剣を交える未来は勘弁願いたいからな。私は構わないわ、いつでも受けて立つなんて冗談よ。さてこうして三つどもえの戦いは同盟の勝利に終わったわけで、戦後の講和のお時間だ。勝者からの要求は一つ、俺の提案を聞いてくれ。ガルグマクに戻ったら学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか。ああまあ食堂でだが。くっ、全面的に要求を受け入れよう。必要な武士と人員があれば言ってくれ。ええ、負けた以上飲むしかないわね。こちらも手配を。そりゃ宴じゃ飲むしかないよな。さすがは皇女様、うまいことをおっしゃる。そういうつもりで言ったのでは。あ、もう好きに笑いなさい。お言葉に甘えて。先生も随分と楽しそうに笑うじゃないか。そんな顔をされちゃ宴も張り切るしかないな。さあ帰ろう。我らが酋長が食い倒れてるわ。ま、彼はほっといて。先生お疲れ様。先生とクロード君がいればヒルシュクラッセは無敵ですね。クロードはいてもいなくても勝てたろうが、先生なしで勝利するのは難しかったな。先生の学級でよかったです。私たちの良さを引き出してくれましたから。俺はまだ戦い足りねえ。先生と一緒にまた戦いて。いや、師匠仕込みの傭兵はさすがだったよ。私ももっと頑張らないとね。私もこのような体験ができて改めてお礼を申し上げますわ。先生、先生のおかげで私も足手まといにならずに済みました。ありがとうございます。レア様もセテス様も先生のことすっごく褒めてたみたいよ。またまたご謙遜を。いや本当にさすがだよ先生は。敵に回したくないほどにね。お、あれ、クロード君復活したんだ。天才的な傭兵に加えて解放王の遺産まで使いこなす。いやいや、ご立派なもんだ。でかい器に小さいひびでも入ってるのか、たまーに抜けてるところはあるが。クロード君、そういうこと言うとあなたの器が小さく見えるけど。そりゃ心外だな。俺の器の大きさときたら先生の上を行く。ちょっと残念なことに器の底が丸々抜けてるってだけでね。つまり
抜けているのは先生でなくてクロードってことですね。確かに自分で認めちゃいましたもんね。お、マリアンヌが笑うなんて珍しいね。あんた笑顔の方が可愛いよ。そうだとも、君は自分の本当の魅力に気づいていな。失礼。こうやってみんなで笑い合えるのは気分がいいね、本当に。あ、見て見て、中庭で誰かが合いびきを。さっきはああ言ったが、俺は正直先生の器を測りかねてる。敵には回ってほしくないってのは本音だ。できるなら俺と共に戦ってほしい。その天帝の剣、俺が使えれば話は早いんだろうな。もし俺が使えたら、あんたならポンと貸してくれただろ。その無欲さがあんたの魅力なのかもしれないな。呪術師戦での八面六臂の活躍、見事というほかはありません。胎児の節での学級対抗戦と比較しても、生徒たちはよく成長している。これも君の指導の賜物だろう。あなたの健闘を祝し、また生徒たちの未来に期待して、これを授けます。今後も生徒たちをよく教導し、彼らの模範たる教師であってください。わしの力を使うておるのじゃ。この程度余裕で勝ってもらわねば困る。この祝福すべき瞬間にこのような課題を君に伝えるのは心憂いのだが、翌節君たちの学級には課題としてルミール村の異変の調査に向かってもらう。ルミール村、確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。まだ詳細な状況は判明していないが、村人の様子がおかしいらしい。情報の真偽を確認するため、すでに騎士団を派遣してある。間もなく戻る頃だろう。まずは彼らから話を聞いてみるといい。何かよからぬことの前触れでなければよいのですが、皆に主のご加護のあらんことを。